名古屋に来たのでゴルフショップも回っていきたいと思っております。愛知に来たら、名古屋に来たらこの店に行くといいよというふうに言ってもらったお店です。半田市にある鈴木ゴルフというお店にやってきました。ここへ、まあ、行きましょうね。こういうお店です。こういうお店です。こんにちは。鎌田さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうこのお店は、はい、名古屋に来たらここに行けと、はい、なるべくらい特徴的な店だと聞いて、そうですね、来ました。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、なんかこの辺りがちょっと違うよみたいなことを、はい、ちょっと一緒に回りながらご説明いただきたいと思います。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。どこに行きますか。ここはですね、今アンチ病とかも結構珍しい。そうですよね、はい、結構多いですよね。あ、多いですね、はい、はい、アンチ病結構なお値段ですけど、はい、多いですよね、はい、多いです、はい。もうやっぱ買いに来られるお客さんも多いってことですか。そうですね、結構遠くから聞いたりとか、うん、特に珍しいとこですと、はい、まあ、名古屋からの列車のラッセルの、ラッセルの来た超高級ブランド、はい、ランダックさんが来ている。そうですね、はい、この前一緒に回った時に、あ、そうなんですか、これやってるんだって、すごいですよね、ラッセルのって、はい、まあ、結構品ぞろえ、名古屋発、名古屋発ですね、はい。ラッセルのがこんだけ多いのも、はい、鈴木ゴルフ。そうですね、結構数少ないと思います。うん、はい、ラッセルってすごくって、これ1個だけ多分8000円くらいするんですよ。8000円、はい、だけどファンがいっぱいいるんですね、うん、はい、やっぱりこだわりで、こだわってますよね、はい、すごい濃いめのものが多い、濃いめの、はいはい、他にないものって、他にないものって感じですね。よくこういう仕入れるものも皆さんで、はい、買ってるんですか。そうですね、みんなで話し合いながら買うと、はい、こんにちは。そうですね、どうだろう、まあ、ブラッククローバーみたいな、あ、今ブラッククローバー最近も、はい、来てます、ね、流行ってますよね、はい、ブラッククローバーって帽子だけのメーカーですよね。そうですね、帽子いいですね。微妙にニューエラのライバル感ありますね、うん、まあ、やっぱっこれがついてるの、みんなニューエラだけだとちょっと、うん、そうですね、ニューエラだけだとちょっとそうですね、いろんなブランドも、はい、なんかね、色が多いんですよ、なんか元気あるんですよそうですね、割と、うん、まあだいたい紺とか白とか黒とかばっかり、グレーとかになりがちじゃないですか。まあ、それ行きがちですけどね、はい、はい、まあ、ちょっと派手にしたい、ちょっと元気あります、やっぱ普通のリバーよりも。これスカジャン着てるよ。そうですね、ヴィンテージのスカジャンをリメイクして値段は聞かないでください。すごいよ、すごい、ドラゴンって書いてある。ここを開けてはめる、気が利いてます。スカジャンを着せてます、ドライバーに、うん、へえ、結構これ感じすごいとか言ってた。あ、これあれじゃん、ほら、あ、三枝さんが使ってるやつだ。あ、そうなんですか。今、はい、今使ってるんです。なんか好きで買ったらしいです。そうだ、サイグダさんを結構使ってその色が結構爆発的に売れたみたいな。本当に売れたらしいです、はい、これのなんかね、なんだっけ、紺色と白と、そう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 、はい、そうで普通にクラブも売っている。そうですね、クラブも、はい、まあこういう普通に名の通ったセクションとか、はい、ブリヂストンとか、はい、キャロウェイとか、まあテラメとかももちろん結構こだわってます。ここの的にはこれが今、今日来たんですけど、ダイナミックゴールド限定。ダイナミックゴールド、ダイナミックゴールド、ちょっと、あ、かっこいいじゃん、かっこいい、強そうで、シャフトメーカーですね。そうだね、練習ど、あ、これはイボミさんがよく使ってたと言われるやつじゃない、これ。あ、そうですね、確か、はい、これよく使ってる、練習場で。結構今、はい、あ、これですよね、これですよね、これ家にある今、タイガーがあるんですよ。あ、そうなんですか、はい、肩の位置が分かるんですね。そうですね、はい、これすごいよね、ロケットみたいな。これ、20万かするんですか。
あ、じゃあ10万ぐらいですね。あ、そうなんだ。ラッセルはまあ大体ラッセルにしても安いと思っちゃいますよ。ああ、まあまあそうかもしれないですけど、そうですね、そうですね。ラッセルにしても感覚がまひしちゃう。まひしちゃいますよね。これ持ってる人はなんか飛ばしそうですね。そうですね、そんな感じしますわ。硬いが良さそう、はい。プロ野球選手とか買いそう、はい、ここはなんとなく感じますけれども、はい、ジャンカルドがあるところとかは、はい、スーパージクラブコース、そうですね、スーパージクラブコース、やっぱりでもかなりメイン、いろんなメーカーありますね、はい、ロマロでしたっけこれ、これプロシードです、プロシード、はい、ゾディア、バルド、バルドこのままあった、はい、カマさんこの中に使ってるやつあるんですか。僕は使ってたやつ、使ってたやつ教えてください。はい、ありました。どれですか。ですね、まあバルド。バルド。わあ。バルドって結構ディープなやつありますよね。小さくて。そうですね。これもそうですね。ディープ系にはいありますね。460cc と 420cc がありますね。あ、いいですねこれね。ここね。はい、ぽいっすね。はい。いいですね。なんかこれ見たことあるかな。海外でめちゃくちゃ売れてるらしい。海外で、うん、すごい。糸彫りグラインド、糸彫りか、糸彫り、はい、あ、え、糸彫りって何ですか。あの彫刻作る時の、まあそういうイメージですね、はい、削り出しとかみたいな。炙り銅メッキって言うんですか。こういうメッキをする、もう和ですね。ちょっと待って、これすごい。物としてはでも普通に使える。あ、普通に、はい、うん、ヘッドが先にある感じで、そうですね、結構うちが今売れてる商品としてはこれは GTD のドライバー。 GTD、はい、ですね、GTD ドライバー、ジョージ・タケイさん、ジョージ・タケイドライバー、はい、これ何か特徴あるんですか。特徴ですか。これはですね、あの、そうですね、割と物的に言うと、はい、これカ、まあ、カーボンクラウンですね、はい、これが、まあ、GT455 プラスっていうのがカーボンクラウンで、はい、でこれがあの、はい、限定で5周年記念で作った、色が違う、はい、で打感がすごく、これもカーボンクラウンなんですか。これはカーボンクラウンじゃないですか。じゃないんだ、はい、チタンですか。はい、打感がすごくいいです。柔らかい、柔らかいです。あとはまあ数が少ないところになると BB4 とか。 BB4、 はい、これはメーカーどこですか。これはあのプログレスっていう、あの埼玉確か、BB4、すごい、でもすげえオーソドックス、あ、でもなんか面白い、 MP ドライバーに似てる。メローズソウルっていうのが、はい、はい、これすごい64って感じ。そうそう、はい、え、でも素材は普通のチタンですよね。そうですね、チタンで、はい、ロヨンと痛い強い球が出て、プログレスさん、まあ、そんなに友人よりも長きリーフ、はい、こういうドライバーです。うん、ありがとうございます。はい、あります。工房でしか売ってないやつ。そうです、工房限定の新しい05っていうちょっと優しめのやつ。うん、そう、プロギアさんはそのお店でしか売っていないモデルっていうのもあって、ね、はい、ピッキングしないと買わないみたいな。そうですね、はい、買えないっていうのが、はい、はい、プロっぽいっすね、ちょっと見た目かっこいいっすね。これあれですか、なんか重心を調整する穴ですか。はい、あの重さをそうですね、あの変えて重心を変えますね。プロギアチューンって書いてある。はい、鎌さん今日一日ありがとうございました。いろんなものがあって、はい、こだわりが詰まってるなって感じましたし、多分冬に来たら売り場がまた変わってるんじゃないのかなっていう気も。そうですね、はい、プロギアとかも、はい、はい、今日一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。皆さん名古屋に来たら鈴木ゴルフ、ちょっと市内から50分1時間くらいですけど来てみてください。はい。はい。